皆さんこんにちは。ワイズロード式典インチキおじさん野沢です。今日はなんとワイズロードの池袋にあるチャーリー店に来てます。チャーリーに行ったことがない人に教えとくと、皆さん見えますでしょうか、あっちがですね池袋東口で、東口を出てすぐ左を見るとどでかいビッグカメラのビルがあります。どでかいビッグカメラのビルの、左脇の細い道をずっと入ってくると、ここは東上線ですよね。これ東上線、山手線の線路の脇にある、はい、最強線の、このビルの入り口があれです。すごい分かりにくいですね。看板あれしかないです。あれだけ、はい行きましょう。出口これです。入り口ね、うん、はい。人ぞ知るワイズロード池袋チャーリー店でございます。入り口狭いですね、だけどどうでしょう、これ、ワイズロードにもいろんな店があるんですけど、これだけの品数がある店は、トップクラスなのにこんなに狭い。あるとあらゆるものがですね、ありとあらゆるものがぎゅーっと凝縮されて、バーテープだけでもこんなにいっぱい、こんな密度でぎゅうぎゅうについていて、すべての天井にはすべての安売りの、安売りって言っちゃいけないんで、お買い求めやすいですね、フレームが吊るされている。12ですよ、どこが12もこんな普通にあります。あとこの、おお、このデローサの目がくらむような、何ですか、まだ開発途中の自動車の塗装みたいなやつで、これもあるんですね。もうね、自転車好きになり始めの人、もう特におすすめのお店、もうここ一軒に来れば全部のものが、すべてのものが揃っちゃいます。だから、ここは一度は来ましょう。で、このお方がワイズロードチャーリー店の小川純先店長です。先生じゃありませんでした。小川純店長、小川純って呼ぶと何パーセントか割引きで、本当かしましょうか、嘘、ね、今の非公開なんですね。はい、そんなわけでとても楽しいお店、はい、池袋チャーリーでした。ありがとうございます。どうも。